ポロンポロンの森に朝が来ました。ロディポロロ、クロン、おはよう。おはよう。エディはどこ？クロン、エディは何かを作ってるみたい。なんだろうね。クロン、クロン、クロン、行ってみよう。僕も行く。エディ、あ、おはよう。何作ってるの？ちょっと見せてよ。クランクラン。まだダメだよ。完成したら見せてあげる。じゃ、忙しいからまたね。余計に気になっちゃう。クランクラン。いいの。すごく楽しそう。ちょっと覗いてみる。クラン。いいね。あれって、もう覗かないでよ。なんで秘密なの？そうね、クロン、さて再開するか。もうすぐ完成だ。これを見たらきっと驚くぞ。さすがエディ、やっぱり天才だな。あ、早く仕上げないと。まさか金槌が壊れるなんて。あ、ポビに借りに行こう。みんな帰ったかな。中を覗いちゃえ。急いで。うわかな。なんだろう。あ、クロン、大丈夫？クロン、クロン。わあ、すごい。エディはポビーの家に到着しました。いらっしゃい。ルーピーとペティもいたのか。本を読んでたんだよ。一緒に読もう。今度ね。金槌が壊れちゃったから借りに来たのさ。金槌？取ってくるよ。待ってて。金槌が壊れちゃったの？何を作ってるの？まだ内緒だよ。すごい発明品だってことだけは確かさ。この間も同じこと言ってたでしょ。でもすぐ壊れちゃったわ。なに、今回は大丈夫。それも前と同じセリフね。はい、金槌だよ。じゃあ、うちに来るといい。見たら驚くはずさ。楽しみ。ちょっとエディ、金槌忘れてるよ。うわ、不思議な形。クランクラン。クラーン、あ、何それ？設計図かな。これは変身ロボット？クランクラン。変身ロボットって？自分の姿を変えられるロボットのことだよ。姿を変える。僕も変身ロボットになりたい。そう？じゃあエディが来る前にやってみよう。クランクラン。面白そう。ああ、きっとこれだ。ロディ、中に入ってみて。これでいい。オッケー。さて。うわあ、本当に動いた。かっこいいじゃん。そうだろう。本当。クラン、ぼやや、なに？クランクラン。それを踏んでみろって。クランクラン。そのペダルは、クラン。
ん？クロン。クロン？うわー。今作ってるのはスーパーエディカーさ。スーパーエディカー？うん。地上、空、海、どこにでも行けるんだ。ほんと？すごいね。かっこいい。最強のマシンなんだぞ。あ、何か音が聞こえたわ。地面が揺れてる。エディの家が揺れている。確かめよう。見つけた。何か問題が。ロディが月に飛んでったみたい。ロディは月まで行ってしまいました。楽しい。ロディ聞こえる？エディ聞こえるよ。ロディすぐに戻ってきて。なんで？もうすぐ燃料がなくなる。燃料が？本当だ。今から戻る。エディ、スピードが遅くなってるみたいだ。本当かい？ロディ、車輪を外してみて。どうやって？黄色のボタンを押すのさ。黄色、あった。できたよ。ロディが戻ってきてる。すごい、地球が見える。でも海に落ちてるみたい。え、嘘。どうするの？ロディ、青いボタンを押して。青？みんなで助けに行こう。トラブル？トラブル？トラブル？いやあ、おちびちゃんたち、ここで何をしてる？トラブル！トラブル！バー、なんで逃げるんだ？うわ、なんだ？こんにちは。ぶつかっておいて。のんきに挨拶か。ちょっと外に出てこいよ。外にどうして？え、どうしてって、遊びたいからだ。僕は水に濡れたら壊れる。そうか、じゃあ俺が出してやるぜ。何をする？水が入ってきた。いいぞ。サメさん、こっちだよ、こっち。ベル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 。えい、
ポロロがサメをおびき寄せ、その隙にロディを助けました。どこだ、みんなはロディを連れてエディの家に戻りました。ロディ、ロディ、みんなロディごめんね、ロディ僕たちのせいで大丈夫だよ、これも全部僕の発明品のせいさ。違うよエディ。ね、最高の旅だった。もう一回変身ロボットになりたい。なんで？ロディにはかなわないなロディは変身ロボットが楽しかったようです。でも危険なことはしないように。ロディ大好き。ポカポカと暖かい日です。あそこの海岸にみんなが集まっていますね。どうしたのでしょうか。本当に？おい、これで空を飛べるんだって。ボタンを押して、さあ見てて。あんな風にも飛べるんだ。ロディはエディを助けに海に飛び込みました。僕が助けるエディ。しかしロディも水の中では思い通りに動けませんでした。ロディは力いっぱいエディを水面に押し出しました。ロディ、エディだ、エディ、これに捕まって。ロディがまだ水の中にいるんだ。僕が行くよ。ポロロはロディを抱きかかえ水面に上がってきました。みんなはロディをエディの家に連れてきました。目を開けた。ロディ、目が覚めたんだね。大丈夫？君たち誰？僕はエディだよ。僕はポロロだよ。エディ、ポロロ。ロディがちょっと。クランクラン。クランクラン。クラン。クロン。ギャロ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 。ゲコ。ゲロ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 。やっぱりロディがちょっと変みたい。まだ完全に正常に戻ってないようだ。でもすぐによくなるよ。ロディ、僕たち外に出て遊ぶ。外？外で遊べばきっと良くなるよ。だよね。エディとみんなはロディを連れて公園に行きました。よいしょ。よい
しょよいしょよいしょよいしょ、次は君たちの番だよ。ありがとう。くよこして。よいしょ。ポビー焦がないの？その重くてうまく焦げないみたい。ロディ、君が代わりに押してくれる？代わり押す。ロディありがとう。ロディよろしく。よろしくね。うわ楽しい。楽しい。よろしく。ロディ大丈夫？大丈夫。ブランコはもうやめる方が良さそうだ。じゃあかくれんぼする？いいわね。かくれんぼ。君は僕についてくればいいよ。私が鬼になるわね。10数えるまでにみんな隠れてね。よし。3、ここにしよう。そこだ。9、10、いくよ。どこに隠れたんだろう。こっち？ここじゃない。だったら、あ、こっちに来た。ここに隠れてそうだけど。ロディ、ついてきて。ついてきて。し、し。聞こえた？あ、おい。こっち？やっぱりあっち？こっちに行ってみよう。こっちに来た。ロディ、あっちに。あっち。早く。エイリー。見つけた。一番最初に見つかっちゃった。さあ、どこに隠れてるかな。どこ？どこに隠れてるかな。見つけた。二人とも見つけた。ロディのせいで捕まったよ。あそこ見つけた。ありがとうロディ。ロディのせいで見つかったじゃないか。教えてどうするの。ロディのせいで見つかった。ハリー、そんなこと言わないで。僕たちソリでも乗りに行こう。ソリ？うん。僕たち三着？惜しかったね。ペティとルーピーは？ロディが倒れてしまいました。エディは急いでロディを家に連れて帰って故障した部分を修理しました。ロディ
僕が必ず直すからね。エディは徹夜してロディを修理しました。エディ、終わった？ロディ、必ず目を覚ましてね。目を覚まして本当に良かったです。ロディ大好き。みんな仲良し。バドミントンをするためみんなで集まりました。僕とロディがチームだ。クロは僕とチームだね。早速始めよう。えい、それや、それ、あ、くじゃ、それ、お、やったー、入ったぞ。おらら、うまいね。くっそー、見てろよ。次は僕が点を取る。ふん。くじゃん。お、大丈夫。お、あい。わあ、やったねロディ。僕が点を入れた。僕たちも頑張ろう。クランクランクラン。えい。や。わあ。や。クラン。やっほー。僕らの勝ちだ。くっそ。まだ一点も取れてない。クラン。ロディすごく上手だね。うーん、ポロロの方が上手。チクラン。みんな、おはよう。みんなここにいたの？うん、ずいぶん暗い顔ね。クラン、クラン、クラン、クラン。バドミントンで負けちゃったのか。じゃあ他の遊びをしましょうよ。ポロロたちはサッカーをすることにしました。今度こそポロロとロディをコテンパンにやっつけよう。クランクラン。えい、いくぞー。ハット。ロディ、パス。よっしゃー。クラン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 。クラン。やったー。やっぱり僕らは強い。違うスポーツをしよう。クランクランクラン。今度は野球をするようです。は、楽勝だ。次こそは負けないぞ。それ。クラン。クラン。やったー。結局今日の試合はポロロチームの圧勝でした。ロディすごかったよ。僕たちは最強だ。最強のチームだね。悔しい。もう一勝負だ。クランクランクラン。じゃあ次はチームを変えてみたら。その方がきっと楽しいよ。さ
する？クランクランクラン、あやや、ロディ、次は僕とチームになろう。ダメだよ、ロディは僕とチームだ。あやや、何を言うんだ、チームを変える約束だろ。ロディは絶対渡せない。他の誰かを選んで。クラン、クランクランクラン。ロディ、僕と一緒のチームがいいよね。そうだね。ロディ、ひどいじゃないか。もういい、僕は帰るよ。クランクランクラン。待って、どうしましょう、怒っちゃったみたいね。大丈夫、ちょっと拗ねてるだけだよ。大丈夫かな。クランクランクラン、バヤヤクラン。そうだよ、ロディもひどい。そんなにポロロがいいの？もうあの二人とは絶対遊ばない。クラン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 。クロンは僕のチームだから僕と遊ぶんだ。いいね、クラン。おやおや、エリーとクロンはずいぶん怒っていますね。いつの間にか夜になりました。クロン、ただいま。クラン、クロン、帰ってきたよ。クラクラクラが、クロン、床に落書きしちゃダメだよ。クランクラン、クランクラン、クラン。うわ、クロン、何するの？クラン、うわ、もう、ロボットが壊れちゃった。クラン、クラン。無視するつもりなんだね。好きにしなよ、もうクロンとは遊ばない。おっと、ポロロとクロンが喧嘩してしまいました。ロディがエリーの家に向かっています。足が痛い、エリーに頼んで見てもらおう。くそ、ポロロとロディとはもう遊ばないぞ。あ、誰かな。エディ、僕だよ。ロディか。エディ、足の調子が。何しに来た。僕とは敵のくせに。それはどういう意味。ポロロと遊びなよ。エディ。結局、エディとロディも喧嘩してしまいました。朝になりました。あ、クロンがいない。どうでもいいや、もう絶交したんだから。壊れたロボットはどうしよう。あ、エディに直してもらおう。はい。あ、ロディ、何してるの。あ、ポロロ、それがエディが会ってくれないんだ。本当？なんでだろう。あ、鍵が閉まってる。エディ、エディ、うわー。お尻が痛い。一体何の用なの。あのね、ロボットが壊れちゃって。ふん、君とは絶交だ。他の人に直してもらえば。なんだよ。あ、クロン。クラン。へえ、二人だけで遊ぶってこと。試合で負けたぐらいで拗ねるなんて。もう、そっちはズルしたじゃないか。クランクラン、クランクラン。ズルなんてしてないよ、君たちが弱いだけだ。なら二人だけで遊べば。僕たちもそうするからさ。ふん、君たちとはもう絶交だ。望むところさ。ロディ、行こう。ポロロとロディ、エディとクロンは別々に遊んでいます。仲直りしないつもりかしら。仲良く遊べばいいのに。見て、トントンよ。みんな、おっと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 。やあ、トントン。やあ、みんな元気だった？ん？どうしてみんなで遊んでないの？チームを分けて試合をしたの。その後からあの調子よ。そうか。仲直りさせるにはどうしたらいい？ああ、遠足にでも行ってみよう。みんなで行けば仲直りできるかも。遠足に行く？そうね、爽やかな空気を吸って美味しいものを食べれば気分が良くなるわ。
そうだね、楽しそう。そうしてみんなは遠足に行くことにしました。ボディ、どうかしたの？あ、足がおかしいんだけど大丈夫、心配しないで歩けるよ。そうなんだ。あ、足の調子が悪いのかな、直してあげなきゃ。ロディ、僕と一緒のチームがいいよね。そうだね。もういい、僕が心配する必要はないさ。みんな早く行こう。お、ところでなんでそんなに荷物が多いの？クラクランクラ。あー、食べ物を持ってきたのか。楽しみだな。重たそうな荷物だな。うわー、ロボットが壊れちゃった。荷物が重くても関係ないよ。みんな、ここでおやつを食べない？そうよ。しただろう。ごめんよ、早く直してあげればよかった。気にしないで。ラディ、クランクラン。いいんだ、友達だから当然だよ。ほら、みんな早く仲直りして。僕たちは仲良しだろう。そうよ。ポロロ、助けてくれてありがとう。いいんだ、これからは仲良くしようね、エディ。よかった。おやつの時間ですよ。やっぱりポロンポロンの村のみんなは仲良しです。ベッティの秘密の友達。ポロロとみんなは雪だるまを作っています。このくらいでいいよね。できた。クランクラン。クランクラン。わあ、四角い雪だるまだ。とても可愛いわね。でしょ。クランクラン。こんな雪だるまは初めてだよ。面白い形ね。私たちも珍しい雪だるま作ろう。いいね、面白そう。やってみよう。よいしょ。よいしょ。みんなどんな雪だるまを作ったかな。クランクラン。うわ、大きい。そうよ、私たちのが一番大きい。みんな、私たちのも見て。かわいいでしょ。うわ、頭がとっても大きいね。すごく面白い。あれは何？ん？よいしょ、頭がバスケットボールね。かっこいいでしょ。スキーもできるんだ。わー。へー、こんな雪だるまは世界に一つだけだよ。そうだ。寒いわ。雪だ。
風も強くなってきた。そろそろ帰ろう。そうだね、うん、雪が止んだら遊びましょう、うんうん、そうだね、うん、またね。みんな寒そう。どうぞ。さ、ほら、あなたはこれよ。これでよし。あったかくなったでしょ。次の日、雪が止んで空はすっかり晴れました。寝た。いい天気ね。みんなとサッカーでもしようかな。よいしょ。おはよう、雪だるまさん。ボビー、外でサッカーを。そしてペティはポロロの家に行きました。じゃあ、待て、クロー。クロン、おはよう。さあ、クロー、待て。みんな、あー。ぽよよ、べー、クロン。クロン、クロン、待て。ポロロとクロンがダメか。次はエディの家に行きました。なに、また失敗だね、エディ。今度は成功すると思ったのに残念だな。ねえ、大丈夫？あ、ペティ。大丈夫だよ。いや、ペティ。あ、ロディ、もう一度やってみよう。次はきっとできるよ。本当に？あ、そうだ、何の用なの、ペティ？あ、なんでもないよ。じゃ、またね、ペティ。バイバイ。行こう。ルーピー。あ、やっほー。まあ、来たのね。何してるの？絵を描いてるの。なぜ？一緒にサッカーをしたくて。待ってね、これだけ描いて。もうすぐ完成よ。そう。まだまだかかりそうね。もうすぐ日が暮れちゃう。今日はダメか。あ、やっぱり今度遊ぼう。え、わかった。あなたたちと一緒に遊べたらいいのに。ペティは力なく家に帰りました。夜が更けました。遊びたがってたでしょ。だからみんなで遊びに来たんだ。うわぁ、本当に嬉しい。ねえ、サッカーもできる？もちろん。よし、行
僕が止めるよ。そうはしないよ。ヘヘヘ、パス。よし。出られない。うん。ダメよ、反則だよ。行け。ゴールイン。もう一回よ。オッケー。行くよ。ペティは雪だるまと楽しくサッカーをして公園にも行きました。始めるよ。いやいやしすぎた。ペティと雪だるまは滑り台を滑ったりブランコに乗ったりして楽しく遊びました。ペティと雪だるまたちはしばらく公園で遊んで夜明け前に家に帰りました。あ、楽しいな。次は何する？ごめん、そろそろ雪だるま村に戻らないと。本当？もう遊べないの？もう行かないと。また遊びに来るね。あ、残念。あ、そういえば。わあ。さあ、ペティ、これをどうぞ。プレゼントだよ。とっても綺麗。ありがとう。私は何も準備してない。気にしないで、可愛い帽子と手袋くれたじゃない。ありがとうペティ。いいなよ。また今度遊ぼうね。またね。すっごく楽しかった。次の日になりました。夢だったのかな。あ、雪だるまたち。あ、本当にいない。あ、そういえば、あ、やっぱり。ペティ。あ、来てくれたんだね。サッカーしに行こう。昨日やりたがってた。いいよ、公園に行こう。みんなで作った雪だるまは？本当だ、どこに行ったの？クランクラン。早く行こう。雪だるまさんたち、さようなら。今度また遊ぼうね。ポンポン村に朝がやってきました。ポビーとハリーは何をしているのでしょうか。明日はハリーの誕生日、すごく嬉しい。去年の誕生日には何をもらったっけ。ハリー、これ誕生日プレゼント。縄跳び。お誕生日おめでとう。ありがとう。これ何。僕からのプレゼントはおもちゃの飛行機だよ。大きすぎるよ。さあ
栄養満点の人参ケーキよ。に、人参？人参は嫌いなのに。今年は僕が欲しいものをもらいたいな。いい方法はあるかな？いい方法。そうだ！いい方法があるじゃないか！ハリー！あ？あ？僕を取ったの？うん。いきなりどうして？あ、なんとなく。うん、はあ。そうだ、僕ちょっと出かけてくるよ。それじゃあまたね。うん。どうしたんだろう。うまくいった。ハリーのプレゼントを準備しなくちゃ。ロディ、そっちをもう少し締めてみて。プレゼント完成。ハリー喜ぶよね。そうかな。気に入らないわけがないよ。このエディ様の発明品なんだから。あ、なんだあれ。僕の予想通りだった。ダメだ。ハリーにはもう少し小さいプレゼント。ロディ。ハリー。いやー。ハリーちゃん。どうしたの？僕歌を作ったんだけど聞いてみてくれない？う、歌？聞かなくても。聞きたいって。じゃあ聞いてみて。自動自動自動車大好きさ、僕にぴったりの小さい自動車、自動自動自動車小さい自動車、どう？お、本当に面白い歌だね。ねえ。それじゃあ僕は行くね。おう。ところでどうして急に車の歌を歌ったんだろう。誕生日プレゼントに欲しいのかな。ああ、小さいおもちゃの車。うん、早く作ろう。作戦成功。次はベティのところにでも行こうかな。ベティ、僕の歌を聞いてみない？キラキラ衣装を着て歌を歌えば、ほんと幸せだろうな、嬉しいだろうな。どう？僕の歌。あ、素敵ね。それじゃあ僕はこれで。じゃねん。今回は別の縄跳びを準備したんだけど、これじゃダメね。ルーピー、ルーピー。お、ハリー、どうしたの？お、それは？あ、お菓子だ。ああ、美味しそうなお菓子を見たから歌を思いついたよ。どんな歌？聞いてね。いちごいちごケーキ、本当に美味しい。クリームにいちごがポンポンポン。いいでしょ？うん、ハリーがいちごって言うから。いちごって言うから？急に、いちごジャムが食べたくなったわ。そうじゃないんだけど。あ、待って、他の歌もあるんだ。他の歌？聞いてみて。いちご、いちごのケーキ、絶対食べたいな。誕生日パーティーにはやっぱりいちごのケーキ。あ、あ、歌を聞いたからなんだか明日いちごのケーキを作りたくなったわね。あ、そう？なんだか不思議だね。よいしょ。明日はハリーの誕生日だけど何をプレゼントすればいいかな。お、サッカーボールはどう？クランクラン。バット？クラン。うん、プレゼントにはサッカーボールだよ。クランクラン。サッカーボール。ジャンカー。マカナ蝶ネクタイがすごく素敵。明日僕の誕生日プレゼントにくれたらいいな。それじゃあ僕はこれで。ネクタイ。プレゼントは蝶ネクタイにしようか。これでわかったよね。みんなハリーの歌の通りに誕生日プレゼントを準備していますね。ポビーにはどんなプレゼントを催促しようかな。あ、笛がいいかも。うん。うん、プレゼント準備完了。ポピー、ポピー。お、ポピー。ハリー、どうしたの？ポピー、僕が歌を歌ってあげる。ピリリリリピリリ、素敵な音色。僕に笛があればすごくいいのにな。どう？歌詞がとってもいいでしょ。どうだったの？ああ、
本当に良かったよ。うん、よかった。それじゃあ僕はそろそろ帰るよ。お、うん。明日が早く来ればいいな。朝になりました。今日はついにハリーの誕生日です。そろそろ来るはずなのに。ハリーはまだ寝ているよ。それじゃ早く行って驚かせよう。うん、来たみたい。ハリー、早く来て。朝からみんなどうしたの？誕生日おめでとう。びっくりした。ありがとう。僕が好きなイチゴのケーキ。誕生日おめでとう。さあこれプレゼント。クランクラン。私だよ。じゃじゃん。気に入ったよみんな。どうやって僕の欲しいプレゼントを準備したの？ハリー、僕からのプレゼント、あは僕が開けてあげるね。ありぬ、これなんだ、本じゃないか。あ、これは本じゃなくて、後で見るよ。お腹すいた。ケーキを食べよう。うん、早く食べよう。ルービー、本当に美味しいよ。美味しいだなんてよかった。ハリーはホビーが心を込めて準備したプレゼントを開けもしませんでした。バイバイ、ありがとう。本当に楽しかったね。その、みんな、どうしたの？その、実はハリーが僕に怒ってるみたいで。ハリーが怒ってるですって？気分良さそうに見えたけど。でも、僕のプレゼントは見もしなかった。どうしたんだろう。ハリーがボビーに歌を歌わなかった？歌って？ハリーが自分が欲しいプレゼントを歌にして歌ったじゃないか。そうよ。あー、そういえば笛の歌を歌ってた。あー、ボビーからは笛をもらいたかったみたい。あー、そうだったんだ。こうしていられない。僕先に行くよ。ボビー本当に嬉しいな。ポビーのプレゼントを除けばだけど、僕やりすぎたかな。ところでポビーは何をプレゼントしてくれたんだろう。重たいだけだな、ほんと。僕の写真だらけだ。これは昨日撮った写真。ポビーはハリーの写真を集めたアルバムを準備していたようです。ポビーがこんなにも素敵なプレゼントを準備してくれたのに、僕そんなことも知らずに。ポビーはどこへ行ったんだろう。ポビー、ポビーはどうして帰ってこないんだろう。もしかして僕のせいで家を出て行ったのかな。ダメだポビー。どうしよう、怪我でもしたら。そうだ、早く行ってポビーを探さなくちゃ。ハリー、天気も良くないのにどこに行ってたんだよ。心配したじゃないか。ああ、それはポビー、ごめん。どうしたのハリー。ポビーが素敵なプレゼントを準備してくれたのに、そんなことも知らずに。僕がハリーの歌の意味にも気づかずにつまらないプレゼントをしたね。ポビーのプレゼントが一番気に入ったよ。そう？そうだ、ここに他のプレゼントもあるんだ。笛じゃないか。音もいいし大きさもちょうどいい。よかった。本当にありがとう。ポビー、僕が歌を歌ってあげる。ポビが最高、最高のプレゼント。ポビー、ポビポビー、最高のプレゼント。ところで足りないものが一つあるんだ。ん？待ってて。アルバムに僕の写真しかないじゃないか。あー、よし。
さあ、早く前を見て。お、あー、さ、はい、チーズ。チーズ。ハリーとポビーの仲の良い姿は本当に素敵ですね。正直に言おうね。ポビーが何かを一生懸命作っていますね。まるく、まるく、これぐらいで良さそうだ。よいしょ、完成。わあ、ポビーがかっこいいキックボードを作ったようです。すごいわ、早く乗ってみましょう。そうだね。捕まってて。捕まったわ、出発。それ、うわー、楽しい。ハリー、ハリー。あ、いらっしゃい。わあ、キックボードね、かっこいい。ポビーが作ったのよ、すっごく速いんだから。まあね、乗ってみてもいい？ちょっと待ってて。よいしょ。よし、できた。さあ、乗って。まずは私から。うっはー、楽しい。うっはー、上手に乗ってるわ。うん、やっはー、だよ。みんなはポビーのキックボードに乗って楽しく遊びました。ありがとう、ポビー。うん、僕たちもう帰るね。とっても楽しかったわ。バイバイ。うん、また遊びに来てね。バイバイ。ポビー。うん？どうしたの、ペティ？キックボードが楽しくって、一日だけ貸してもらえない？うん、いいよ。うん、まだポビーもあまり乗ってないでしょ？大丈夫、僕は後で乗るから。本当にいいの？うん、さあどうぞ。わー、ありがとう、ポビー。じゃあまた明日。バイバイ。気をつけて。わー、楽しい。ペティはポビーのキックボードで家に帰りました。朝になりました。あー、よく寝た。キックボードに乗ろう。楽しみ、今日は一日中乗ろうと。よいしょ、出発。楽しい。あれ、ここはどこ？行ってみよう。それ。わあ、またゴールね。今日はついてるわね。もう一回やって。わかった。うんうん。よし。それ。ダメ。あ、ダメ。あ、壊れちゃった。あ、大変。私のせいでごめん。違うよ。ところで何か用なの？キックボードだけど、このタイミングでキックボードの話をしたらきっと悲しむよね。キックボードのこと？あ、キックボード、もう一日貸してもらえない？あ、うん、いいよ。ありがとう、ポビー。私はこれで。うん、なんかおかしいわね。うん、どうしよう。はあ、あ、そうだ、同じものを作ればいい
はこうして最後にこれをっと、よいしょ、始めるぞ。ペティはポビーをがっかりさせないために頑張りました。はぁ、完成。これで大丈夫ね。乗ってみようっと。なんでかな、ガタガタしちゃうわ。あ、どうしよう。ペティ、私よ。いらっしゃい。これは何？ポビーのキックボードを壊しちゃって、作り直してたのよ。形が随分違うわ。だよね、ちゃんと動かなくて困ってたの。あ、そうだ。動かなくても可愛くしたら喜ぶかも。そうかな。完成。じゃーん、どう？素敵ね。あれ？でもやっぱりちゃんと動かない。あ、どうしたらいいの？エディに頼もう。どう？一日で直せるはずさ。本当？エディは何でも直せるんだね。よかった。明日取りに来て。よろしくね。バイバイ。さあ、始めよう。こうしてみようかな。エディは徹夜をしながらキックボードを直しました。そして朝を迎えました。完成。エディ、 おはよう。エディ、直った？じゃーん、かっこよくなっただろ。どうなってるの？驚いた？乗りながら音楽も聴けるんだ。はい。みんな。やあ、ロディ。それ何？ああ、これ僕が直したのさ。わーい、かっこいい。乗ってみてもいい？もちろんさ、テスト運転しようと思ってたとこだし。ところでこれは何？ダメ！ロディ！スーパーエンジンボタンだよ。大丈夫？大丈夫。でも、また壊れたみたい。みんな、何してるの？それが、何を持ってるの？あ、これ丘で拾ったんだよ。クランクラン。わあ、キックボードの部品じゃない。そうか、じゃあこれで作り直そう。わあ、よかった。やん。ペティはみんなの手を借りキックボードを直しました。もっとネジがあれば丈夫になるのにな。丈夫そうに見えるわ。でも一度乗ってみた方が。大丈夫だよ、早く持って行こう。ポビー、キックボードよ。遅くなってごめん。いいよ。あれ、前と形が違うみたいだけど。形が同じだよ。前と同じさ。クランクラン。久しぶりに外で乗ってみよう。気をつけて。心配しなくても大丈夫。それ。ゆっくり。楽しい。やっほー。ポビー、みんなの言うことを聞くんだった。ペティはポビーに申し訳なく思いました。ポビー、話があるの。どうしたの？実はね、ポビーに借りたキックボードを私が壊しちゃったの。じゃあこれは？それはみんなで作り直したんだ。でも失敗しちゃって。
ああ、なるほど。ごめんね、ポビー。直そうとしてくれたんだね。ごめんね。気にしなくていいよ。あ、待ってて。何かな。よし、これってポビーがみんなのためにキックボードを作ったようです。みんなが乗りたがってたから気に入った。もちろん、かっこいい乗ってみて。どうして乗らないの。たくさん乗ったから。ポビーが乗っていいの。もちろん。ありがとう。うわあ、みんな。わあ、ポビー早く。みんな楽しそうですね。テティ、今度からは何でも正直に言いましょうね。